収まりまりしたゲートイン完了ですスタートしました少しタイムトゥーヘブン後ろからコーラッシュから1番のユニコーンライオンやはり出ていくかしかし11番ダノンタッチダウンが今日は逃げますリードを1番身半取りました外から12番ステラベローチ上がっていって1番ユニコーンライオンが これに並んでいます2番手、3番手そこから3馬身差ができて3番エターナルタイムが4番手この外に7番イルシブ・ファンサー並んでいいっています1馬身半差中段5番ジャスティン・スカイ内に2番のマテンロー・オリオンが並んでいって ばらけてきてき 3, ーー3馬ンぐらい後ろ4番ソーバリアント、このうちに6番ナミュール、スタートからの634秒0でいっています、3馬ンがいて後方3頭、8番のタイムトゥヘブンがいって9番レッドモン・レーブ、かなり開いて10番キラービリティ最後方からとなっています4コーナーーナのカーブに向かいます。 今日は逃げました、11番ダノンタッチダウン、後続に3馬身の差をつけて4コーナーカーブ、ユニコーンライオン、ステラベローチェ2、3番手、4番手、インコースからエターナルタイム、そして並んでいるイルシッパンサー、4コーナーから直線です、逃げる11番、ダノンタッチダウン、リードを2馬身ぐらいキープして、残り400、坂を登ってくる、後続を追い上げてきた、ステラベローチェ、エターナルタイム、外からはイルシッパンサー、馬群の中を狙って、マテンローオリオン、1番外に持ち出して、6番、ナミールが伸びてくる。 を切ってソーバリアントが追い込むが広がった中今度は6番のナミュールババの真ん中先頭これを追い詰めに行くレッドボンレイヴですが先頭6番のナミュールだナミュール抜かせない戦闘ゴールイン2着は9番レッドボンレイヴ開いて4番ソーバリアント3着です